大型の台風2号は、鹿児島県の奄美諸島付近にあって、1時間に25キロの速さで東北東へ進んでいます。こちら浜松市天竜区です。この辺り先ほどから強い雨が降り続いています。そしてこちら天竜川を見てみますと、水かさが増していて茶色く濁った水が勢いよく流れています。午後4時までの各地の雨量は、天城山で315ミリ、井川で 271.5 ミリ、春野で270ミリとなっていて、大雨警報や洪水警報が広い範囲に出されています。次第に風も強くなっていて、県内でも最大瞬間風速が20メートルを超える地点も出てきています。また今日は四国や近畿地方で線状降水帯が発生した地域があり、気象庁は先ほど午後4時過ぎ、静岡県西部についても線状降水帯が発生したと発表しました。避難に関する情報を出している自治体もあり、安全を守るための行動が必要です。そして線状降水帯は、同じ場所で非常に激しい雨が長時間続き、災害の危険が急激に高まっている状況で、気象庁は最大限の警戒を呼びかけています。大型の台風2号は、鹿児島県奄美地方の海上を進んでいて、西日本、東日本の広い範囲で雨雲が発達しています。こうした中、気象庁は高知県と和歌山、奈良県で線状降水帯が発生したと発表しました。線状降水帯は、発達した積乱雲が連なった状態となる現象で、非常に激しい雨が同じ場所に降り続くことになります。そして気象庁は、先ほど午後4時10分に県西部を対象に線状降水帯が発生したと発表しました。同じ場所で非常に激しい雨が長時間続き、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、厳重な警戒が必要です。